にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、長野県に来ております。前回の動画はですね、念願の戸隠そばを食べたところから、そしてもう一つの念願である、渋温泉に今から向かうところですね。よかったらですね、概要欄に URL 貼ってますので、前編を戸隠編を見ていただけたら非常に嬉しいです。この後まだ時間が少し早いんで、道の駅とかあればちょっと仮眠取ってから渋温泉のホテルにチェックインしたいなとは思ってるんですけど、本日泊まるホテルがですね、島屋さんという、コスパが良くて人気のある宿を取らせていただいておりますので、楽しみですね。夜の渋温泉とかでまた夕食もそこで食べたいと思ってますので、どんな雰囲気が待ってるんでしょうね。では渋温泉に向かいます。デイ、これはドライブ気持ちいいですよ。真っ黄色ですね。いやー、どっか泊まって紅葉眺めたいぐらい気持ちいいわ。宿にですね、連絡をさせていただきまして、駐車場だけ先にお借りすることができましたので、このまま渋温泉向かいます。天気がいいので、明日もしかしたら天気崩れるかもしれないので、先に天気のいいうちに渋温泉の観光編ですね、観光したいと思います。うわー、頼むよ頼むよ。何が？本日宿泊させていただく島屋さんですね。思ってたより全然綺麗ですね。ではまず、渋温泉で最も有名と言っても過言ではない金具屋さん目指します。風が強すぎて、もうやんでくれ風も何もかも。宿泊してる宿の近くはいくつかホテルはありますけど、自分が想像している風情はまだ全然ないですね。なので金具屋さんあたりに行けば、よく見る渋温泉の雰囲気が待ってるのかなと思ってます。景色いい。ただ結構これ温泉街というか、あれあれ遠い、もしかして。この黒川橋から先が温泉街ですね。そこそこ歩きましたね。こっからだな。あ、ちなみにあちらの宿が明日泊まる安楽荘さんかなっぽいなですね。あちらもコスパのいい、評価のいいお宿さんですね。やはりそうですね、この黒川橋スタートでかなり広い石畳の道となっておりますね。こっから楽しみですね。これは共同浴場か、旅館の温泉か。ここの風情やばいっす。紅葉に廃墟、廃墟なんですかね。ここはいいっすね。温泉街の醍醐味、共同浴場ですね。入ったことないけど、いいわ。平日の3時前なのでまだ閑散としてますけど、これはいいわ。風情ありますよ、やはり。これを待っていた。
見て見て、猿が、猿が急に現れました。街中に。びっくりした、かわいい。こっち見てる、こっち見てる。こちらの小石屋旅館さんでいいんですかね。本日こちらでディナーを食べる予定だったんですけど、休みみたいなんですよね。結構やばいかもしれない、今日の夜。今日は日が悪いんですかね、まだ時間の問題かな。こうあまりにも人がいなくて、寂れた温泉街にしか見えない感じがまたたまらないですけどね。これ大丈夫かな、本当に今日の夜ご飯。これまた夜の雰囲気はどうなんでしょうね。平日だとお店やってないかな。ドドン、金具屋さん来ました。下に車が止まっちゃってるんで下から映せないですけど、いやー、なんかこうやはり写真で見るのと実物で見るのだと違いますね、全然雰囲気が、いろんな意味で。この入り組んだ温泉街の形がいいですね。またこの路地裏すっごい、見てください、奥まで、はい、ついてます。で、これ旅館の渡り廊下みたいな感じなのかな、あれは。うわ、いいわ。これは夜はもっといい雰囲気になってくれるのかな。不安だな。終点、折り返しですかね、来ました。宿に戻らないともうチェックインの時間間に合わないですね。というかもう間に合わないな。ここから戻ります、歩いて。また足湯が所々にあるのがまたいいですね。あ、冷た、冷たい。あ、すっごい硫黄の香り、すっごい。これ家具と温泉街来たなって感じますよね。すっごいずっと嗅いでられる。こういう観光地に来ると挑戦してみたくなりますよね。130円でミステリーゾーン。喉乾いたんでちょうどいいですね。よいしょ。はい、大当たり。しかも150円入れたんですけど、130円のものを購入して、150円入れたんですけど30円返ってくるというおまけ付き、最高。ではですね、電池がなくなりそうなのでこの辺で一旦渋温泉観光編を締めさせていただいて、またですね、夜は、旅館編と夜の渋温泉編ですかね、行けたらですけど、そちらをお送りしたいと思いますので、また後日ですね、概要欄 URL でアップしますので、そちらをご覧いただけたら嬉しいです。というわけで一旦失礼します。バイバイ。さすがにすごいですね。